そして今回のドッキリは、もしもメイクさんが突然キスをしてきたら。偽雑誌の撮影でスタジオにやってきたターゲット、メイク室で待っていると、そこにメイクさんに扮した美人が登場。メイクの途中突然キスされたら、ニヤニヤすること間違いなし。まず最初のターゲットは、はい、いや、ここまで来れると思ってなかったんで、本当にいろんな人に感謝してです。変わった声のボケ担当、前田。怪しまれることなく前田をメイク室に入れたところで、ニヤニヤフェイススタート。早速美人メイクが登場します。失礼します。おはようございます。明日はメイク担当させていただく前田と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まだまだちょっとできやすいんですけど、一生懸命頑張るんでよろしくお願いします。わかりやすく前田がにやけたところで、まず最初は言葉で褒めてニヤニヤさせます。M1 見ました。嬉しい。なんか M1 見て最後のとていうか、顔がタイプで今日メイクできてすごい嬉しい。すごいこれ。顔がタイプで。褒め言葉に前田なかなかのニヤニヤフェイス。ではここで美人メイクがさりげなくキスをします。チーとかって何なんですか。もうゲームって、ゲームです、ゲーム。あ、ゲーム。ゲームです、ゲーム。あ、ゲーム。はい。首へのキスに。と言いながらにやついた。そしてその後も。ちょっと待って、じゃあメイクしていきますね。美人メイクが気になっている様子の前田。では今度はもう少し大胆に。はい、あからさまなキスに前田完全なニヤニヤフェイス。さらにその後も、思い出しニヤニヤ。そしてところで、再び美人メイクが登場。止まらない。恋の始まり。すいません。まるで恋の始まりのように。言葉が重なり合う二人。これもキスの効果なのか。すいません、そんなことしちゃって。いやいや、もう、もう、お気
縄の純粋な子やのに。ではこの恋をもっと盛り上げてあげましょう。お願いがあるんですけど、もうすぐって思ってもいいですか？突然やってきたスタッフに、びくっとした前田。下で準備もうすぐ終わりますので失礼します。すると、鍵を閉める大胆な行動に、完全にノックアウト。すいません、もう一回目つぶってもらってもいいですか？この男、完全にキスされる気満々なので、そろそろ夢から覚ましてあげましょう。前田のニヤニヤフェイスが撮れたところでネタバラシ。俺ごときじゃないと思って、一瞬思って、俺ごときじゃないと思って、めちゃくちゃ、うわーマジか、ちょうどいい時に来るな、これは。いやー、俺の時で来ると思う。続いてはツッコミ担当内間なのだが、せっかくなのでこのまま前田にも協力してもらいます。では早速ニヤニヤフェイススタート。はい、おはようございます。よろしくお願いします。今日メイク担当させていただく今井と申します。よろしくお願いします。水のクラブの内間って言います。よろしくお願いします。お願いします。美人メイクの登場に早速にやける内間。さらに、はい、水下の内間はい、上がりました。褒め言葉に内間なかなかのニヤニヤフェイス。ではここで美人メイクがさりげなくキスをします。趣味とかって何なんですか？趣味ですか？ジョギングとか。ジョギング？ジョギングとか。ジョギング？首へのキスに、はい、完全に動きが止まった。朝とかジョギングしてましたね。結構趣味で走ってるんですけど、はい、では今度はもう少し大胆に。マジでにしとくんで、ちょっと取りに行ってきてもいいですか？すごい。
しているようだが、あれあれあれ、嘘でしょ、1枚やろ、やめよ、だめよ、準備じゃん、準備、内間はガムを噛むのか。内間の本心をこの作戦で確かめてみましょう。はい、ガム、ここで再び美人メイクが登場。ちょっとお願いがあるんですけど。はい、目つぶってもらってもいいですか。やめろ、目をつぶってもらいたくて。頑張れ、うちまダメよ、ダメ、イメージ素朴なイメージ、あ、足つぶれない、突然の相方の訪問に焦る内間。下に行ってきます。ここで内間の心境を探るため美人メイクが退出。なんか緊張してるの、なんか。違いますありえない、ありえないですけど、中佐だから。あ、マジ本当持ってた、めっちゃ嬉しそうだね。いや、まあ、嫌ではないですけどね。嫌ではないよ、100いいか100だろ。まあ、いいんですけど、なんだろう、複雑じゃないですか、気持ちが。ではそろそろ決着をつけてあげましょう。はい、ここで再びメイクを戻し、前田が嘘の用事で部屋を出たところで、もう一度ちょっと目つぶってもらってもいいですか。あ、いいわ。あっちゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、ダメだ、あれはもうお仕置きだ、内間のニヤニヤフェイスが撮れたところでネタバラシ。ね、あんなにね、純粋に目を閉じてって言われたら誰だって目閉じますよ。ちなみに番組は、爆笑問題さんのパニックフェイスという番組。ああ、なんかこういう感じのドッキリありますよね。